どうも、エルザレットです。それでは、セレステやっていきましょう。去年流行ったゲームですね。2019ドット絵のゲームです。まあ、いわゆる死にゲーというやつですね。いやー、アクション系なんでね、まあ多分どうにかなるかなと思うんですが、やっていきたいなと思います。まあ、基本的にはこの山を登るという感じらしいです。さあ、新しく始めていきましょう。ついに来てよマデリン。深呼吸して。何をそんなに怖がっているんだ。さあこんな感じでドットです。ジャンプがバツで、今のところジャンプだけかな。あ、これはさっき乗ってきた車だね。車の上に乗れたね。さて、お、引っかかれる。あ、止まれることもできるんだ。ほ、お、危な。一応。おお、上行けた。よくわかんないけど。よくわかんないけど、上行けたね。さ、飛んで、飛んで。うん、大丈夫だね。死ぬことはない。あ、ここで教えてもらうやつだったね。登る。よし、OK。こう。ん？おお、いやー、これボタン配置的にちょっと捕まるのは大変だな。意外と上も、いや、下はさすがにいけんか。お、早速なんか人がいたね。すみませんと。セレステ山の登山道ってこの道になってますか？看板が壊れてて読めなくて。それならもうちょい先だよと。橋を渡ってすぐさ。それとうちの道の前の道直した方がいいんじゃ。足場が崩れて危うく死ぬとこでしたよ。めっちゃ笑ってる。うちの前の道で死にかけたんなら、セレスティアマの登山やめた方がいいんじゃないかい。それぐらいなら登るなと。いや、言うね。あんたみたいなご老人が平気で暮らしてるのは全然心配ないと思いますけど。言うね。そうかい。まあ、一応忠告しときけども、セレスティアマってのは、まか不思議な山でね、なんか見るかもしれないよ。あんたが見たくないもんをね。ちょっと何を言ってるかよくわからないです。確かにめっちゃ笑うじゃん。いや、ここまで響く。まあ行こう。おー、崩れてる。マジか。いきなり。さ、ジャンプ。さ、二段ジャンプとかできるわけではない。嘘。ダッシュ、あ、こ、あの鳥はなんだ、青い鳥ね。大丈夫、きっとやり遂げられる。さあ、プロローグクリアですね。じゃあ次行きましょう。一応ね、あの PC 版なんで丸と×が逆転してるんでね、間違えてボタンを押すとなるんだよね。さあ、ポーズメニューでセーブして終了を選べば、いつでも登山も一休みできますと。戻った時同じ画面から再開できるか、せっかく進んだ努力は水の泡。なんて心配は無用だ。マデリンからの手紙でしたね。死にゲーだけどね。ちなみに、あー、これね。ちょっと BGM 下げよっかね。あ、嘘。あ、マジで意外と難しい。あ、ちなみに長く押しすぎると、あ、やっぱ落ちるのね。ちょっと待った。ちょっと待ってね。これはどっちだ、どっちがいいのかな。スティックの方がいいのかな。こ、よし。とりあえずLR ボタン押してたらどうにかなりそうだね。
あー、はい、LR1 でもいいのか。1号ゲット。あ、なんか嫌なんか。これちなみにこの青い状態はダメなのか。こう、よし。さあ、壁蹴りして、上、あ、下からも行けなくはないか。さあ、で、あ、あ、あ、結構シンプルだけど面白いな。あ、これはダメ。あ、よし、まあいいや、普通に行った方が早いね。難しく考えなくてもよかったね。あの一応はなんかボーナスか、ボーナスかなんかかな。よし、あ、よし、よし、うそんあ、意外とシビア。おお、それ、それは勢い良すぎじゃない？あ、さ、上に出したね。よしよし。あ、逃げられた。横だ、上ダメって書いてあるもんね。ちょっと回復するんだね。ほい。羽根付き1号は逃げていく感じか。意外とまだダッシュはそこまで使わなくてもって感じだね。左は、おー、ステージ分かれる。このドットの感じもいいね。悪くない。あ、だ、刺さるよね。さあ、一応ゲットはしたまんま。ああ、あっちは得意か。ほっと、よしよし。まあまだね、練習手間かかる。これは、ああ、ジャンプする感じ。こっちは何もなかったか。いや、あったね。お、うそ急にそんな飛ぶ。ワンテンポ遅い方がいいのかってことだよね。シュッ、トントン、はい、トン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 。よし、あれはなんだ、まひ、まず左、まずこっちからだね。取るか、とりあえず。おお、もう一回押せる。ああ、そういうやつ。はあ、はあ、はあ。まあ、とりあえず。こっちは？あ、誰かいる。どうせ上から回ってこよう。痛い。嘘でしょ。あれ、ちょっと。あ、風の影響を受けてないね。飛んで上だね。お、マジか。こうか。うん、これくらいだったらね、まだね、序盤だからね。さあ、テントと、はい、お、こんばんは。あ、どうも。ハイキングにはぴったりの夜だね。ですかね。この山やばいよね。お前の目もやばそうやけんな。こんな場所が存在してるってのがまずやばい。登るのかなり大変ですよね。でもこれこそ私が求めていたものと。ほう、なんかマジモード。これはこの寂しい場所で登山仲間に出会えてハッピーモードだけどね。俺背負っていますと。遠い遠い国からやってきた冒険者。無口系キャラか。
ミステリアスな一匹狼タイプだね。じゃあ適当に人知れぬ闇を抱えているみたいな設定つけとこうかな。設定ね、これだけかな。あ、ごめんなさい、私はマデリンです。ちょっといろいろ考え事してて。よろしくマデリン。確かにここって考え事するにはうってつけだね。寒くて凍えそうなのがちょっと辛いけど、静かに物思いにふけるのはこの上ない環境だと。うん、そうかも。遠い遠い国って具体的にはどこ？ほほう、興味が終わり。我が国は謎に満ちた魅惑の王国。シアトルさ。マリーナーズかな？へえ、きっと素敵なところなんだろうな。結構、対応雑だね。にしてもここかなりやばくない。80丸ごと廃墟ってどうなってんだ？どこかの大企業が建設を始めたけど、誰も住みたがらなかったって何かに読んだと。なんでかな？それは政府が何か一品してるに決まってるだろうと。せっかく作ったにもったいない。まあ、せいぜいその慣れの果てを俺たちは楽しんでやろうじゃないかと。ゴーストタウンを探検しに来たの？そう、廃墟萌えってやつだ。それに実は俺、フォトグラファーの卵でもあったりするんだよ。そうなの、すごい。作品をブログにアップしたり。ブログ？分かってないな、マドリン君。時代はインスタピックス。インスタだね。テオアンダーステープ。スターですね。もういいかな。引き返さないな。少女目指すの。おお、その目は本気だね。こっちまでやる気になってきてくると。二席もあるんだね。飛行機墜落してるけね。お、これ絶対映えるやつ。もういいかな、買い終わったかな。これ絶対映えるやつって言ってたね。もうわかんない、あのキャラが。さあ、気を取り直してね、やっていきますか。こうだね。まあここら辺はね、直感でいけそうな感じだからね。全然これちなみに、おお、マジか、壊せるんかい。隠し扉系もあんの？それちょっときつくないかい？そうなりますよね。ジャンプして、おいっと、これ斜め上か。おい、さあ家っぽいところついたね。特になんかあるわけでもない。なんだろうねこれね。顔がね、モンスターっぽかったけどね。動くから上行って、またあれに乗って上っていうのがいいのかな。左はあるね。ここは特に壊れない。お、あっち行けるの？なんか、今の段階じゃ行けないって感じかな。あ、上壊せるのかなとか思ったけど、あ、ダメだね。まあ、お試し。おー、いけたー、やったね。ちなみにダッシュは下にもできるんだ。あれは回ってくる感じだね。いっ。そっちか、そうきますか。ひっつくと、はあ、ひっつくとか。ってことはこうだね。あれは戻る方か。めっちゃきつそう。こ、よし。こっちは特にない。よし。お、鳥さん。よし、いちごちょうだい。で、これはなんだ？ん？待て待て。
あ、それ通りに触れってことか。もう一回、白、紫、青、赤、紫、黄色。なんだこれ。まあなんかあるのかなこれね。まあまあとりあえずイチゴはゲットしたから、多分やり込み要素的な感じだと思うんだよね、イチゴに関してはね。ヒュートン、あ、それは落ちすぎですそれは落ち着きだよいと。いやまさかね、壁壊せるとか思ってなかったからな。うん、これ絶対壊せるよね。あそこ飛んで飛んで飛んで壁ついてって感じか。飛んで飛んで飛んで、嘘でしょああなるほど、飛んで飛んで飛んで、うっそー、あれは斜めに飛ぶ感じか。飛んで飛んで飛んで、さあ戻ってきた。お、意外と画面見てると見つかるね。あれは隠しっぽいな。うん、意外と。あ、ここもイチゴがある。あ、はい、へい。こうだね。よし。ジャンプして取って上か。おお、いけた。10個、いちご10個ゲット。ルートがいろいろあるのかな。あ、そんな感じだよね。落ちるんかい、それ怖いな。いやー思わず、あ、いや、これは罪や、どうしよっかな。まず、乗ります、乗ります、降ります。多分こうで、こっちは何がある。やっぱ隠し系か。さすがにここないよね。はいはい、はいはい、トン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 。嘘あ、お、そうだ、忘れてた。ちょっと待った。これどこが正解なんだ道っていうぐらいごちゃごちゃしてるね。おー、危ない。あー、でも今ので正解か。明らかにさ、ここここなんかありそうな感じだったけど、そんな感じではない。そうか、画面端は特にないね。じゃあ戻ってこっち。さあ下、下、あ、ぺちゃんこ、あーはー、あは、あー、意外とジャンプギリギリな感じか。
一回降りてっていうのがいいかな。それで行こう。トンと。いやー、まあ悪くないんじゃないかな。ちょっと様子見して、まずはひっついて上まで行って降ります。で、あそこが、そうだよね。おー、ちょっと待った。ギリ。なるほどね。こう行って、こうで。危ない。さあ、これで OK かな。ちなみに、あの右下は、まあ、ダメだよね。このマークはセーブのマークかな。そう。一応チャプターはまだ終わらないみたいだね。結構長めなんだね。ああ。一応チャレンジがあそこにあるわけだね。ということは、ジャンプタイミングよくして、よし、あ、ジャンプ禁止か、まさかの。じゃあ落ちて、ダッシュしたらいけないんだにしちゃうよね。もう一回いい、ういんーと、おぉもう一回。おい、来た。よし、よし、よし、よし。おっと、いやっとちい。おぉ、ちょっと待った。勢い良すぎてびっくりした。いや、いかん。いかんねー。つい、つかむボタンを忘れてしまう。危なっ。あっ、ぶな、あぶ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 、いやー、罪かと思った。危ないねー、難しいわ。ああ、こっちも行けるけど、どっち行くかは好みか。危なっ。はあ、はい、あ、そうだ、試してみたかったのが、これダッシュした後に、あ、やっぱ溜まるか。なるほど。あそこの上なんかありそうな気がするんだけど、なん、はい、さあ、特に、上から戻ってくる感じか。普通だったね。じゃあルート的には右が正解と。ああ、じゃあ途中のやつはあれ、途中一回右行っとけばよかったね。さあ、上行って、とりあえずここ取って、あ、無理に。さよなら。無理にあれは取らなくていいかったな。よし、こうだね。こう、よし。一回だけ。よし。あぶな。刺さるか。お、ちょっと待った。
そうだ、足が崩れるのを普通に忘れてた。はい、で、ちょんと。下はさすがに無理か。さあ、あれは崩れてきそうな感じがするね。わざと崩して足場作るんだけど、今のあれはどう見ても崩したらダメだったね。最後の一つはね。ここまでは崩して OK。 あ、左行けた。また面倒くさそうなところが出たね。問題は多分こうで、うんだね。さあ、そろそろチャプターは終わるんじゃないのと思ってるんだけど、まだ終わりそうでもないな。いや、やりがいあるね。あ、何もなかった。おー、ギリちょんと、ほい、はい、さよなら。意外と握る時間は短め。そろそろチャプター1も終わりかな。さあ、セレスティアは鎮魂の礎か、山の山中で亡くなった登山者のエサルカの眠りを願って。はあ、もうくったくった。お、また鳥が、しかも頭に乗るとは。やっぱりここへ来たの間違いだったのかな。チャプタークリアということで、チャプター1無事クリアかな。絵が綺麗ね、可愛いね、普通にね。いやー、難しい。ドット絵でちょっと舐めてたけど。57回死にましたよ、と。そこ乗るんか。乗っちゃうんか。いや、なかなかやね。乗せてくるか、そこ。まあ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 。とりあえずね、今回はここまでにしたいと思います。そうですね、次回もまたやっていきたいの。まあでも多分死にゲーなんで次ぐらいから本番かな。多分途中で切ることが多くなるかなと思いますね。そこはまたね、楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。